まあ、うなじいいだろう。浴衣着てさ、上げたアップになった髪の毛のうなじを眺めるのが最高だろうって思うんだけど、わかるか、この気持ちがわかるか。うちわでパタパタ仰いでる髪の毛がなびいて、その後ろの首筋を見たい。それおじさんだよ。あれ分かってくれると思っていたのに、君と私なら理解ができる、理解を示してくれると思っていたのに、もしかして、分からないんですか。あれれれれ、ちょっと分かっていただけないですか。分かるよ。あ、分かりて現る。まあ、ポニーテール好きな人、大体みんなうなじ好きな人だな。別に結構サイドアップとかも好きだし、浴衣の時に着る髪型ってすごい好きなんだよな。なんか髪の毛をちょっとかき上げてるっていうかさ、ピンで留めてたりとか、なんかああいうのもすごい可愛いなって思ったりしませんか。そうそう、それそれがすごくいいなって思うわけですよ。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん。